おい、宣伝隊オスペンギン、我々茨城県の素晴らしい魅力を日本全国に伝えてきてくれ、頼むぞ。傾き渓谷をアピールせよ。いい写真撮れました。はい、OK、 ちょっと証拠見せてください。いや、いいだろ別に。こんにちは。こんにちは。歯磨けよ。ドリフみたいだな。吊り橋がね。そうよ。ある。噂を聞く。渓谷ですよ。渓谷。吊り橋っていうと急に渓谷な感じが。ねえ、うん。もしかしてちょっと待ってください。これもしかしてもう、ちょうどね、もみじもいいわ。いい色ですね。俺絵が趣味だったら今速攻キャンパス開いてるわ。撮影にはぴったりよ。記念撮影ちょっとね、こうたるんでるというか。そうだね、こうアップダウンと言いますか、グッとしてて。いいわ。皆さんこんにちは。見せないでよ。どちらから来たんですか。埼玉です。あ、埼玉から。ありがとうございます。今日初めてです、この見に渓谷を。どうでした。どうでした。綺麗でした。皆さんのが綺麗だよ。ごめんなさい、ちょっと今日空振りましたね。ちょっと大振りが過ぎますね。ちょっといよいよ、じゃあ行きましょうよ。ちょっと、いや、また滝だよ、山中さん。滝が、潮見滝。潮見滝。いやー、もう滝だらけ。もう滝だらけだね。ねえ、もみじ越しの滝。絵はがきだよ、絵はがき。ねえ、すごい。もみじおろしだよ、もう。ねえ、もみじおろし。一気に美味しそうになりました。はい。うわー、揺れる揺れる。ねえ、やっぱドキドキしますね。スリルもあるし。いや、なんかもう癒されすぎて、なんかもう必要ないわ、俺に癒しは。もうこれ以上癒さないで。むしろ少し痛めつけてほしい。どうする。だってもう癒されきっちゃってっからさ。いや、言葉いらない。うん、言葉はいらないわ、本当だわ。自然ってそういう力があるっていうかね。そう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 。なんか俺らがね、こう、デレスケ、デレスケ、言葉いらない。すま、喋れば喋るほど粗末。本当、もう見ていただく、それが一番。それが自然ってそういうものだ、力があるわ。やっぱ皆さんも生で見に来てもらうのが一番。たどり着きましたね。よいしょ、上にキャンプ場とかあるんですね。ああ、いいね。で、キャンプ場ってことはあれですかね、2月頃にプロ野球選手が来るんですか。あ、そこのキャンプじゃないですね。もっとこう簡単な個人的なやつです。僕なんか癒されすぎたみたいな。癒されすぎちゃったんで。言葉いらねえ。その通りだ。言葉いらないのに無理に言葉にしようとするから今みたいなことになるの。今みたいな事故になっちゃう。そうそうそう。すいません、言葉いらない。いらないの。皆さん言葉いらないからぜひね。そう。皆さんも皆さんの目で、皆さんの足で、はい。ぜひこの花の木渓谷を、うん。見ていただきたいと思います。楽しんでください。なめんなよ、茨城県。